はい。皆さん、こんにちは。ワナリゲルビジです。では、今回は、信長の野望大使、上杉家前田刑事物語、続きやっていきましょう。家康、徳川家との戦い、続けているんですけども、まずですね、関東、関西という形で、家康の所領を分断することに成功しています。で、まずは関東ですね。やっぱり関東の方が、兵力、多い。国高も多いというところがあって、関東の徳川を潰せば、まあ、おのずと天下の形勢は決まるというふうに思っています。で、今はですね、まず高遠城、ここに、伊達政宗率いる徳川軍2万5000が迫っているので、これを最上義明率いる3万で迎え撃ちます。この最上と伊達っていうのがまたいい組み合わせですよね。もうそれぞれの。宗家は潰れていますが、伊達と最上が再びこの高遠城で雌雄を決すると。で、一方駿府を攻めている右近4万6000に徳川頼房2万2000が迫っているので、これ五詰め決戦になると思います。これ駿府山内家を潰しましょうというところになります。では早速時間を進めていきましょう。で、お金もほとんどないのでやることはあまりないんですが、一応発展だけさせておきましょう。もう兵糧がほとんどないので、なんとか収穫まで持ちこたえようというところですね。では、士気の高いものから、さらに兵数の多いものから順に選んで、潰しにかかりましょう。全軍出撃だな。あ、ただこれで駿府の包囲が解けちゃうんだな。なるほどね。さあ、これで撃破したので再び右近は駿府を潰しましょう。気になる高遠城は、ここのが気になるよな。対名の発動か。いいだろう。発動しましょう。まずは、国衆将兵。これで、兵力が少し、敵よりも優位になるよっていう内容ですね。で、他はどうだ？足軽、清廉とか生きる？ちょっと足りないか。じゃあ、先方ゲージ。速度増殖。もしくは、防術研鑽。どっち行こうかな。先方ゲージ。増加速度上昇にしましょう。我が志必ずや果たさん。で、砲術検査もいけるので使っちゃおう。我が志必ずや果たさん。これで高遠城を防衛して、できれば信濃一帯も食いたいね。さて、ここはもう脱出するしかないな。ままならねえな。高遠城を奪われたら高遠城を奪い返す。で、駿府は取りましたね。勝ちの気を上げよう。全員登用しよう。山内家がこれで潰れましたね。さて、高遠城を奪われた以上は、このまま義明軍が行くのは厳しいので、場所を変えて先に甲府城を攻めましょう。前進せよ。で、兵糧切れを起こすと言われているので、右近隊。ただこれもな、先に進みたいよな、本来はね。まあ、ただ、右近隊は一旦、騎乗させる。これで兵糧が少しは持つだろう。視力よし、浅野軍を撃破したら目標を
やはり高東城の奪還に変える。行くぞ。出陣するぞ。勝ったぞ。さすが義明だな。そしたらこのまま上原城も取って、いくつかの城を取ってしまいましょう。徳川と相馬が一旦ここで講和か。どうする？甲府に向かう？甲府に向かうか、小諸に向かうか。いやー、先に甲府だな。我に続け。ここで収穫だね。報告いたします。ここに来て一気に流れが良くなってるね。終始です。お金ともかく兵糧はそれなりに入ってきてるので、まずは委任しちゃいましょう。配属の委任ですね。今取った高東城に駿府。でだ、あとは兵をちょっと動かしたいな。今だったらたやすく家康の所領を奪える。ちょっと兵が出せるかどうか確認していきましょう。信濃をまずは家康から解放して上杉の領地にしていきたいですよね。そうなるとだ、飯山城海津城、岩殿城、どこを狙うか。ただいずれにしても今は講和中だな、家康とは。ですよね。ちょっと宣戦布告すでに可能か。まあ、ただ今はできることなら小諸、甲府を取って先に浅野を完全に潰して家康を迎えた方がいいかな。そうしましょう。さて、豊臣と徳川か。これもうちょっと豊臣が持たないかもしれないね。兵糧不足なのであれば自動布陣で包囲、交渉も打つ。まあ沼田を出しましょう。もともと土地勘はあるはずだ。まずは講和解除。待って、講和する？講和はないだろ。全面解放だな。であれば交渉は終了。強行しても82、攻撃で119日。まあ包囲だな、時間はかかるけどしょうがない。報告いたします。先月の終始です。表情を始める。さてどうしようかな。商業、農業欲しいけど、どうだろうね。これ見ると論議が全然ないので、今回は商業はそのままにして論議を入れましょう。で、もう前田刑事物語を完全に無視するっていう甘い選択肢もあるんですが、まあ一応前田刑事は入れましょう。表情を終える。で、どうだ？農兵、足軽、それぞれの歩兵速度上昇よりは、まあここは犬伝令使う。部隊の視界上昇は奇襲を受けにくくなるので、まあプラスに働きますよね。ご命令を。さて、根はここも継続発展をしよう。
もう継続発展する場所がないか。であれば、一旦はこのままにしてお金を温存する。で、狙うは、くどいようですが、小諸と甲府ですね。浅野も潰したいからな、さっさと。残った浅野は、この小諸、甲府、松本、海津、この3つですね。なので、もう同時に攻め入りましょう。海津城は、どうなる？掘りたい6万か。6万もいるっていう話だけどな。いざ参ろうか。よし、甲府は攻め落としたよ。赤子の手をひねるようなものよ。野上軍は小諸城へ行きましょう。出陣するぞ。まあ、小諸城も赤子の手をひねる、その程度だろう。まずは自動布陣で様子を見よう。うわ、思ったよりきついな。強行で85日か。ちょっとここは、慎重に確認していこう。まずは攻め口を、しっかり確認して、個別布陣で、拝みたい。というか、まあ、主力をやっぱり攻め口の C に、集結させるべきだよね。かしこまった。かしこまった。いたしました。よし、これで強行しよう。大地震食らってもな、厳しいけどここは耐えよう。家康とはこの浅野を潰したら再び開戦するっていうのがタイミング的には一番いいかもしれないな。で、今のうちに開発に関しては委任しておきましょう。もう主要なところは全て、やり尽くしてあると思うので、委任しても合戦に明け暮れていくというとこですね。さあ、海津城ですね。海津城ですが、どうだ？まずは自動布陣で様子を見る。攻撃で約30、強攻でも91か。なるほど。で、攻め口は、三つあって、いや、どれも似たり寄ったりだな、正直言って。大筒の目標だけ決めよう。どこを大筒目標にするか。まあ、攻め口、ここかな。海津城も硬いね。イエスとの決戦は長期戦になると思うので、兵糧はしっかり貯めたいんですよね。となると、できるだけ早期決戦で終わらせたい。ここで上杉と徳川が開戦か。さあ、どうする。6万も兵出してるので、
我が領内に敵が迫っております。家康40,000。なるほど。であれば堀隊、これを上原城に救援させよう。追撃戦になるかもしれないですが、出陣しよう。やってくれるな。豊臣が滅ぼされたか。これで大阪城が家康のものになりましたね。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。軍技力が倍増するのか。鬼強いな、家康は。さすがよ。表情を始める。まあ、ここは従来通り行きましょう。まあ、兼続と光っている影勝、それに刑事でいいでしょう。表情を終える。で、合戦系で使えるものがあれば。総戦術は必要ないよな。城内調略とかも基本入れてないんでね。まずはこの家康との合戦に勝利するのが大前提ですからね。かたじけない。ゲッチ。浅野の始末は義明に任せておいて、堀隊でなんとか家康隊を潰したいね。あとは、まあ、同時に兵を出せるのかという話はあるんですが、影勝軍50,000、忠輝軍50,000、どっかで潰したいんだけどな。まあ、影勝40,000でまずは飯野平城を取りに行こう。後に続け。まあ、総力戦ですね。待機せよ。どこで待機？誰が？ああ、家康隊40,000を迎え撃つという作戦だな。よし、悪くない。まずは小諸城を奪取。一門浅野は処刑。このようなところで。で、最上軍の海津城。いや、先に松本城だな。出陣するぞ。家康40,000、これを撃破したいよね。まずはしっかり。報告いたします。強敵も強敵。先月の終始です。ご命令を。ちなみに一応交渉で、いやー、家康との交渉できないか、兵糧が少ないからちょっと心配ではあるんだよね。さあ、まずは家康を潰しにかかる。確実にここで家康を撃破して兵糧を解放したい。さてと、どうする？家康がどこにいるか。まあ、真ん中にいるよね。兵数が780か。決して多くはないね。であれば、作戦は、本陣切り込みだな。切り込み隊を誰にするか。いや、切り込みっつっても微妙だぞ、本当に。
いや、ここはしっかりと敵を待ち受ける方がいいんじゃないかな。作戦はなしだな。これでいく。行くぞ。さあこっちは騎馬鉄砲隊、始めるぞ。オール騎馬鉄砲隊で備えてるので、始めるぞ。鉄砲隊の火力を生かそう。ゲッチ、いざ進む。ゲチよ、始めるぞ。名を覚悟せよ。ゲチ。始めるぞ。敵の居所知れました。よし、まずは奇襲がしっかり決まってるね。これはもう完全に見張り小屋を建てたのが功を奏してますね。知れました。しかも敵が森から出てきたところを鉄砲で撃ってるので、むちゃくちゃいい感じでハマってくれてるね。やりたい前、命は惜しまぬ。それが我が戦よ。この一撃全てをかける。やりたい。さあここだ。敵の側面に回る。始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ。覚悟せよ。覚悟は良いか。我が命に従え。始めるぞ。ゲチ。やりたい。奈落に落ちたら虎の子の足軽を投入する。やりたい。落ちてはくれないな。まあいい。ここは乱戦に持ち込む。手加減できるほど器用じゃないんだな。分断されるのが一番怖いので、兵力を集中していきます。イエスも発見したね。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。覚悟せよ。始めよう。やりたい前へ。我が命に。で左翼ですが、ちょっと下げましょう。左翼が中央の部隊と少し離れてきちゃってるので、左翼を下げていく。一旦引くぞ。ファンジンは退却したね。覚悟しておけ。やりたい。で逆に右翼は押し切れるので、どんどん前へ出していきましょう。やりたい前へ。始めるぞ。ゲッチ、始めるぞ。三河魂か。さすが家康だよな。余裕を持って戦ってくるからね。沼田隊が落とし穴にかかったんであれば救援に向かう。ご命令を。始めよ。いざ進む。覚悟は良いか。始めるぞ。とにかく家康の首を取る。もうここからは敵を追い詰めていきましょう。家康の本陣に殺到させるだけで、まあ、勝利が転がり込んでくるかな。始めよう。
のままだ。一筋縄ではいかねえか。さあ、一気にここは。決めに行く。には死あるのみ。我らが敗れるとは。愚か者には死あるのみ。引いて体勢を立てろ。よし、家康を撃破したね。これで家康をね、打ち取れれば一番いいんですけど。負けるわけにはいかぬ身でな。では処刑していきたいけど、いち早く和議を結びたいので一旦解放しよう。で6万は一旦騎乗させる。もう兵糧がいくらとも足りないですからね。で家康と交渉ができる土台に乗れば、ここは、ここは水攻め56日を選択だ。金を使ってでも兵力と時間を温存しましょう。で飯野平だよね。ここなんだよな。ここは行幸66日できるだけ落としたい。この城だけは。あー、再交渉して時間を稼ぐ。その間に飯野平だけでも奪えればいいんだけどね。兵糧がどれくらいあるか残りを見て確認しよう。あー、 2万減っていくんだな毎月となると持たないな。まずは焼け石に水ですが、兵糧を買う。取引を行いましょう。かしこまりました。でその上で家康との交渉をする前に松本城海津城を取った後にって考えると、どうしてもこの飯野平欲しいな。松本城は水没させたね。鉄砲のない工場と、これ拒否だな。一旦家康との和睦は拒否して飯野平を奪う。報告いたします。先月の収支むちゃくちゃ順調に来てますからね。表情を始める。いやー、やっぱ信長の野望改めて面白いな。で表情ですね。この策はいかがでしょうか。軍事提案力上昇中か。まあでもここはやっぱり軍事が欲しいので、商業をやめて軍事にしよう。まあ金継ぐ義明、この辺りはもう間違いないね。長宗我部掟書、一応これを採用しておきましょう。これ見ると鉄砲攻撃力上昇章、騎馬攻撃力上昇章が入ってるんで、騎馬鉄砲隊組織している我々としては結構ご命令を聞いてくるアドバンテージになるんじゃないかなと思います。よし、松本城はどうしたね。赤子の手をひれるようなものよ。このまま最上軍は残った最後の浅野の拠点かな。ここ攻め落とせば終わりだな。
で家康軍とは飯野平で先に取りたい。負けるわけにはいかない。よし、飯野平落とした。これはでかいね。これで相馬の給料の一部を回復した形かな。片付けない。でさらに太田城あたりまで進軍しよう。後に続け。海津城をなんとか取りたいな。強行でどうにかなるか。自動夫人強行で46。その前に家康軍との戦いというか家康が救援で来るね。太田城は何ら問題ないでしょう。大井で80日、兵糧さえあればね。同時たいくつかの城をね攻めることも可能なんですが、兵糧がないからな。ご命令を。とにかく焼き石に水ではあると承知の上で、とにかく兵糧を買っていく。4両しかないからね、今4両で。こっちはどうなるかというと、徳川軍8000か、最上軍1万。もうちょっと最上に軍を出してあげたかったけどな。交渉軍馬1万5000を我々の方にくれると。ここは拒否だな。今は兵糧続く限り何としても城を一つでも二つでも多く奪っていく。でこれで浅野家がすべて配下に変わるね。戦国権兵衛とかいるしね。浅野幸長。まあ、ここら辺でだいぶ武将が補充できた形ですね。いざ参ろう。そしたら、続いてどこを攻めるか。まあ、近場から上田城あたりから攻めましょう。一等斎が城主になってるね。その雪長が早速死んだな。これは何なんだろう。切腹したかな。ようやく夏だね。まだまだ兵糧が足りないので、うまく使い回していきましょう。ご命令を。まずは兵糧を買う。であとは配属ですね。城をいくつか取ったので委任していっちゃいましょう。ここまで城が増えると一個一個の城の配属を気にかけてあげるその余裕がないので。でさらに配属で甲府城あたりに会津若松からそれなりの数の武将を移動させてあげる。いやー、会津若松むちゃくちゃいるね。かしこまりました。まあ、山内浅野と今見ていただいた間だけを取っても2つの大名家を滅ぼしてますからね。その間にだいぶ進んだ形ですね。三河武士の誇り見せるは今ぞ。まあ、ここは強行で十分落とせるでしょう。少ないからね。決戦に参加させる部隊、これ全軍だよ。全軍
榊原忠次軍7500。お、これは敵を包囲してる形だな。となれば特に作戦はなしでいいかな。どちらかというと奈落、いやー奈落も微妙だな。泥沼、鉄砲水、いやーほんと微妙。鉄砲水を配備して、あとは鉄砲水使おう。大将先駆けなんて絶対ダメだ。有利なこの状態で何を言う。まずはやっぱり鉄砲水だね。ちょっと鉄砲水うまく使ってみたいからね。で軍施設はない。 OK だ。じゃあこれでいこう。なんか余計なもんが入ってるんだ。まずは鉄砲水の方に敵を誘導したいので、いざ進まん。敵の居所を知れました。やりたい、前へ。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。敵の居所を知れました。ご命令を。敵を川までおびき寄せましょう。いざ進まん。やりたい、はい。鉄砲水が発動する前にすり抜けてくるやつがいるな。この戦、これで終わらせる。切り込め。敵の居所を知れました。我が命に従え。だは、誰も鉄砲水の方に来なかった。悲しいなこれは。じゃあ敵の後ろから狙っていきましょう。始めよ。ゲチよ。始めよ。切り込め。守れ。グハ、泥沼で足が取られている。まあ、ちょっとずつこういうところでほころびがある。やりたい、前。やりたい、前。やりたい、前。始めるぞ。切り込め。切り込め。よし、鉄砲水が発動した。泥沼の効果でだいぶ足取られてるね。やりたい、おい。やりたい、おい。今は引くぞ。切り込め。今は引くぞ。さあちょっとこのピンチをなんとか出したいな。始めよ。
我らが。やりたい前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 。我らが敗れると。まあ泥試合ですが、勝ちは勝ちなので OK でしょう。やりたい前。フフフ。我らを甘く見たようだな。問題は残りの兵力で上田城が落とせるかという話だな。よし、上田城取ったね。赤子の手をひねるようなものよ。太田城を攻めている間に、どうしようかな。まずは、最上隊はもう、兵数がいないので、騎乗させるでしょう。上杉景勝率いる3万5千で、もうちょっと攻めたいな。台風被害で結構今欲しい兵糧がダメージ受けちゃうんだよね。まあ、ただ先月の終始もう兵糧は持ちこたえられそうですね。表情を始める。表情を終える。欲しいのは操戦術とかいらないからな。足軽単体式上昇中。まあ、そんな部隊はいないんですけどね。ご命令を。いや、ここは一旦講和だな。かしこまった。相馬に対して宣戦布告か。相馬につくぞ、もちろん。かたじけない。お品隊が決戦に向かってくるわけだな。ここは上泉800を残して決戦場に向かおう。さあ、星名正光隊、これを撃破しておくぞ。まあ、数では不利だというのがあるので、まあ、まともに戦うよりかはしっかり待ち構えよう。まずは一援行だな。分散はしない。しっかりと待ち受ける。困ったな。あとは罠か。こんなところかな。ちょっと不安があるね、この戦いには。行くぞ。ご命令を。覚悟しておけ。ゲチよ、始めるぜ。モイル、覚悟せよ。ゲチよ、お、もう出番か。始めるぞ。
敵は2万5000。我が方は2万。敵の居所、つかみましたぞ。横槍を入れろ。やりたい、前へ。敵の居所、つかみましたぞ。ゲチよ、始めるぞ。ご命令を、始めるぞ。やりたい、前へ。これもっと。よし、まずは奈良くん叩き落とした。敵は踊り挑発を使ってきた。まあいいでしょう。2部隊を踊りに持ってかれるぐらいだったら何ら問題はないので。覚悟せよ、始めるぜ。上がれ。覚悟願おう。油断したよ。覚悟せよ。しまった。ここで敵に奇襲を食らう。この攻め、かわしてみせよ。やりたい、おい。投げ払え。時には大胆に。やりたい、前へ。おい、覚悟せよ。ご命令を。刑事と影勝で、アンジをまずは撃破したいな。敵の居所、つかみましたぞ。ご命令を。ちょっと前に出すぎて下がろう。しっかり下がる。始めるぞ。ゲチ、どうでもいい。雨が降ってる今ならなおのことだ。ゲチ、お覚悟願おう。覚悟せよ。さあ始めようか。今は引くぞ。先にこちらの一部隊が壊滅か。容赦せぬぞ。力負けするとは。さらにこちらが壊滅。やりたい。が平成では合格まで持ってきてるからね。敵の居所、つかみましたぞ。かかれ。ゲチ、ちょっと待ってね。下がる敵を追うぐらいだったらピンチの味方を救援に向かせた。うわ、秀頼がもう敵についてんのか。さあ始めようか。始めるぞ。引くぞ。時は今、力を合わせよ。このままでは。投げ払え。数では逆転してるからね。始めるぞ。よし、忠友隊も撃破した。これで戦況は五分に戻したよ。そしたら正光に行くぐらいだったら、先に秀頼を撃とう。覚悟せよ。覚悟せよ。やりたい、前。やりたい、前。秀頼もただここで臨戦を使ってくるあたりさすがだな。一柳隊は用心でちょっとでも長く持ちこたえてもらう。やりたい、前。やりたい、前。戦の仕方教えてやる。やりたい、前へ。よし、秀頼隊を壊滅を追い込んだ。そしたらちょっと待ってね。力を合わせよ。いや、星名隊だな。ここはもうあとは星名隊を追い込んでいこう。やりたい、前へ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。向かったか。やりたい、前へ。この戦、これで終わらせる。やりよう。やりたい、前へ。悪いが、その首もらっていくぜ。
さあ泥仕合に蹴りをつけるぞ。やりたい、おい、やりたい、おい、やりたい、前へ、やりたい、前へ。くっ、我らが敗れると、やりたい、おい。ちょっとピンチだな。手加減できるほど器用じゃないんでな。我らの勝ち、揺るがぬぞ。ここで逆転を許した。まずいな。影勝がこのままだと潰される。そしたらちょっと罠の方に敵を誘導する。遅かったか。さあ始めようか。投げ払え、やりたい、前。ちょっと微妙な情勢だけど、でもね、泥試合だな。やりたい、前へ。始めるぞ。始めよ。かかれ。とは油断したようだ。おい、始めるぞ。やりたい、前へ。なんとか勝ったかな。破れるとは。それにしてもひどい結果だな。前へ、やりたい、前へ。我が部、思い知るがよい。この戦、これからぞ。やりたい、前へ。覚悟せよ。このままでは。やりたい、前へ。未熟者よ、覚悟はよい。このままでは今は引こう。まあ、ただ対徳川に対しても決してね、こう引きを取らない戦いができる、がっぷり四つの横綱相撲が展開できるようになってきてるんで、次回以降少し楽にね、戦いが進められるんじゃないかなと期待はできそうですね。かたじけない。騎乗して、太田城を諦めて騎乗して、小高城が危ないんだな。まあちょっとこのあたりはまた次回考えるとして、すっかり長くなってしまったので今回はここまでにさせていただいて、次回この続きまたプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。